はい、でも皆さんこんにちは、こんばんはございます。もちゲームズのもちです。今回はですけども、 TS とね OB の違いについてね動画撮りたいなと思います。ということで、まだねプロスペース始めたばっかりだよって方とかね、まだまだ全然プロスペースやってないよって方はね、全然この違いわかんないと思うんで、今回ねこの動画を撮りたいなと思います。よかったらねチャンネル登録とあと高評価の方もねよろしくお願いします。最近ね、まあ、プロスペースの動画ちょっとめちゃくちゃ上げてるんで、ぜひねコメントとかしてくれたら嬉しいんで、よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。ということで、まずね TS と OB の違いの方をね話していきたいなと思うんですけども、まあ、最初にね TS は第1弾シリーズ1か、シリーズ1の方で登場していて、シリーズ2ではね、まあ、OB がね登場してくるという形なんですけども、まあ、TS と OB ね、まずスピリッツがね OB の方が100高くて、もちろんそれはねシリーズ2だからそうなんですけども、まあ、一番大きな違いとしてはね、まあ、NPB 対象の選手かどうかが、これが一番ね大きな違いなのかなと思います。 TS の方はNPB 対象の選手なんで、現在ね現役でやられてる選手、もしくは現役のコーチ、現役の監督がね、まあ、登場してくるんで、まあ、今現在12球団のね今年今シーズンの NPB 対象選手が登場しているという形です。まあ、そしてねそれに比べて OB に関してはそういう制限がないというか、まあ、逆にね NPB に所属していない選手が登場してくる形なんで、まあ、結構ね登場する選手のね、まあ、数もめちゃくちゃ多くなっていて、そこから出るっていう形なんですけども、まあ、TS に関してはね、まあ、大体現役の選手、コーチ OB ってね、まあ、OB じゃないコーチ監督っていうね、まあ、大体絞られてるんですけども、 OB はそれ以外なんでね、かなり多くの選手が対象となっているんで、まあ、その分ねめちゃくちゃ強い選手も多いですし、まあ、例年で言うとね、まあ、TS よりも OB の方がね、まあ、圧倒的に強い選手が登場しているんで、今もうねシリーズ2が登場しているんですけども、まあ、これからねシリーズ2本当 OB はねめちゃくちゃ熱くなってくると思いますし、まあ、あと最初のね、まあ、第1弾第3弾あたりはね本当に熱くなってくると思うんで、まあ、部下金税、部下金税はもちろんね、配下金税もね、まあ、NRC も貯めなきゃいけないですし、一気にね、オーダー強化できるチャンスだと思うんで、まあ、OB 第1弾、まあ、それしてね、OB 第3弾、まあ、去年も OB 2弾、去年まで OB 第2弾とかも強かった気がするんで、まあ、OB 前半はね、特にね、期待しておいてもいいんじゃないかなと思います。まあ、そんぐらいですかね、また背景が違ったりもしますけども、うん、まあ、個人的にはやっぱ TS よりもね、まあ、OB の方が圧倒的に強いと思いますし、もちろんね、まあ、TS でも強い選手めちゃくちゃいるんですけども、まあ、OB の方がね、まあ、その出る割合で出る選手が多いっていうのもありまして、まあ、それで、ね、本当に OB はね強いのかなと思います。ということで続いてね、まあ、昨年のね OB のね注目選手というか最強選手たちをね紹介したいなと思うんですけども、まあ、ダルビッシュセレクションとかねセレクション系を除いてなんですけども、まず阪神ですね、うん、阪神バグ並みに強かったですね。こちらまずバース選手ですね、まあ、ファースト最強とも言われてる、まあ、打者もう野手最強とも言われてるねバース選手が登場していて、うん、バース選手強かったですね。まあ、あとは藤村選手とかかな、藤村選手も昨年ね、まあ、初めて登場したんですけども、まあ、かなり強い能力になっていますし、僕自身もね使ってるんですけども、かなり打ちやすいかなと思います。まあ本当ね昨年は阪神純粋的にはかなり激アツなね、まあ、選手たちが登場していたのかなと思います。まあ、続いてカープなんですけど、カープは外小選手かな、外小選手多分2年に1回登場してると思うんですけども、やっぱかなりね強い選手なのかなと思います。まあ、ただ最近はね、まあ、結構打てるって方も多いですしね、僕自身も結構打てるんですけども、やっぱ慣れられてるっていう方もね感じもあるかなとは思います。まあ、続いてねベイスターズですね、ベイスターズはローズ選手かな、まあ、ローズ選手はセカンドの中でもかなり強い選手ですね。あと田村選手、まあ、田村選手ね2年連続で登場してるから3年連続かな最近登場してるんですけども、いや本当に強い、いやめっちゃうるさいいや田村選手はねセンター僕ずっと使ってるんですけどね、左のギータ右の田村選手ぐらい本当に強いと思うんでね、まあ、今年も登場期待したいなと思います。続いてねジャイアンツですね、ジャイアンツはやっぱ高橋由伸選手、うん、高橋選手はもうライト一角も一強なんでね、そのライト由伸選手が登場したのはね、まあ、大きいかなと思います。かなり強かった、今年もね、まあ、おそらくですけども登場してきそうな感じはしますね。あと松井選手とかもね最近パワー評価入ったんで、まあ、結構熱いかな。まあ、長嶋選手とかもね、まあ、本当は強いはずなんですけどね、プロスピではそんなにって感じなんで、まあ、ちょっと残念なところはあるかなと思います。続いてヤクルトですね、ヤクルトはねバーネット選手とあと広沢選手、オンドルセク選手あたりが強かったかな。結構リアタイの中継ぎでは使えてくる感じかなと思います。まあ、広沢選手もね結構アーチ広角ですし、特殊能力も強くて守備範囲もねいろんなとこ守れるんで結構強かったかなと思います。続いてね中日ですね、中日誰いたっけな、宇野選手とかかな、
秋俣選手もキャッチャーでまま強いんですけども、これはね第4弾だったかな、確か50連ぐらいで手に入れられた選手だと思うんですけども、60連かな。宇野選手はねまあまあ強いですね。まあ、ショートのアーチってやっぱ少ないんで、まあ、貴重なね池山選手と宇野選手と中地ぐらいだと思うんでね、まあ、結構熱いなとは思います。続いてオリックスですね。オリックスはねローズ選手は最近パワー評価入ったからかなり強そう。まあ、あとは松永選手結構言われてましたけども、僕的にはそんな強くないかなとは思います。うん、まあラインドライブってだけですしね、まあ正直そんなにかなとは思うんですけども、松永選手もね、まあ、強いってよく言われてましたね。続いてロッテですね。まあ、ロッテは誰だろうね、里崎選手とかはあれでした、落合選手だマジで強いね。ただ今年は中日で登場してくると思うんですけども、いやかなりね強いと思うんで、今年もね、まあ、中日バージョンでも全然強いと思うんで、まあ、持ってない方はね結構取りに行くのもありかなとは思います。まあ、言うても野手は替えが効くんですけどもね、まあ、ロッテ純正もしくは中日純正か、まあ、純正勢はマジで必須級になってくるかなと思います。続いてねソフトバンクですね。ソフトバンク門田選手とかかな、けどそんな野村選手とかはねあのセレクションなんでね、まあ、そんなに OB ではいない感じですかね。続いてね楽天ですね。まあ、楽天やっぱ OB のね、まあ、歴史がね結構浅いんでね、そんなにね強い選手が出にくいっていうのもあるんですけども、まあ、山崎選手はね去年アーチで登場したのはね大きかったかなと思います。今年はね、まあ、中日とかで登場してくるんじゃないでしょうか。続いて西武ですね。西武はギャレット選手かな。ギャレット選手本当に強いですね。マジで大会でも最強かなと思います。まあ、あと田淵選手なんですけどもね、田淵選手は今年ねキャッチャーではもう阪神バージョンかな、阪神で登場してくる可能性が高いと思うんで、うん、まあ、阪神に来たら結構熱いなと思います。まあ、正直西武バージョンはねメインファーストでキャッチャー適性もあるんですけどね、そんな強くないと思うんで、やっぱ阪神の方で登場をね期待したいなと思います。まあ、最後は日ハムですね。日ハムね糸井選手かな、やっぱ糸井選手は本当に強いなと思いますね。結構12球団勢でも入ってくるかな。まあ、稲葉選手今年の PS でも登場してましたけども、結構普通に強いですし、まあ、ただの選手とかはね初登場だったかな。このねイーファスピッチがついてるのはね面白いかなと思うんですけども、まあ、リアタイではそんなにかなって感じですかね。まあ、ざっとね振り返ってみたんですけども、まあ、昨年もねこれだけ見てもかなり強い選手が登場してるんで、まあ、TS よりもね OB の方が全然期待できると思うんでね、まあ、TS 全然だったよって方はもう OB ね、まあ、累計ももちろんあるんで、まあ、結構 OB でね壁引きすることを、まあ、祈りたいなと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ皆さんチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。めっちゃ噛んじゃったけど、はい、よろしくお願いします。昨日バーベキューしました。最近めっちゃサウナ行ってるんですけど、サウナ仲間いませんか。サウナいいっすよね。やばい、もうサウナ一回サウナ行っちゃうとまた次の日もサウナ行きたくなっちゃうんですよね。もうサウナのねもうほんとあの外気浴してるあの瞬間、雨降ってる時はまだあれですけども、雨降ってない時のね、特に北海道夏とかね秋の時期春、まあ、冬はちょっとあれなんですけど、まあ、外気浴サウナ入って水風呂入って外気浴のその瞬間がね気持ちよすぎてね、あのまた次の日も行きたくなっちゃう、もうサウナ依存です。ということであとした。